少し勇気を、希望を与えられるようなあの作品にしたいなと思う。で、あなたが心得を決定しました。そうなんですか。今まだ混乱中で、聞き間違いじゃないよねとはちょっと思い、一緒に作っていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。トーマーミです。よーい、はい。例えば夢見る時がある。転入生がやってくる。その子は何でもできる素敵な子。たくさんいるクラスメートの中に私がいることに気づいて、お日様みたいな眩しい微笑みを浮かべ、心ちゃん久しぶりってまっすぐ近寄ってくる。みんな息を呑む。例えば夢見る時がある。転入生がやってくる。その子は何でもできる素敵な子。たくさんいるクラスメートの中に私がいることに気づいて、お日様みたいな眩しい微笑みを浮かべ、心ちゃん久しぶりってまっすぐ近寄ってくる。みんな息を呑む。そんな奇跡が起きたらいいとずっと願ってる。声のオーディションっていうのは初めてだったので、こういう感じでいいんだろうかみたいな、すごい迷いというか、すごい考えながら、でも練習通りにできたなっていうのはあります。やっぱりなんか自分も言いたいけど言えなかったりとか、こうすごい思ってるけど口に出せない時とかがすごい多いので、そういうところが似てるなって思います。本を読んでる時もすごい心ちゃんのことを自分でも応援したいなとか、すごいそう思いながら読んでたので、こうすごいみんなに応援してもらえるような作品にできるように頑張ります。ようこそ、お待ちしていました。願いなんか叶わない、奇跡なんか起こらない、そう思ってた。おめでとう、君たちは選ばれし7人だ。どんな願いでも一つだけ叶えてやろう。そこは私の世界を変える入り口でした。鏡の古城。